日本埼玉県上尾市、原市原子は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは原子地区で分類されている。郵便番号は362-0021。前身となる自治体の原子町の項目も参照。鉄道駅はあるものの畑や田んぼが広がり、雑木林や原子沼などの湿地帯もあるなど、のどかな自然に囲まれた地域であるが、徐々に開発が進行し、 住宅団地や工場等の立地も見られる。面積は3.1639平方キロメートルで、上げ市の町、地では大和平方に次いで広い。埼玉県東部で、上げ市南東部の主に、大宮台地上に位置する。地区東部の市街化調整区域には、原子沼や、原子ふるさとの緑の景観地があり、北東部を中心に自然が、比較的多い地域となっている。直下には、 綾瀬川断層が所在する。また、区南西部は、かつての見沼の最北端に位置し、現在も湿地帯を形成している。区南西部には、上尾市で、最も落差の大きな崖があり、最も急な坂道が、地一番高地にある。区内は、芝川沿いの低地と北東部の原始、沼川周辺を除き市街各域で、南部は、 主に第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域。北部は主に第一種住居地域に指定され、地区内には区画整理が実施され、原始北、原始中のように外区表示板が設置され住居表示が実施されているように見えるところもある。県道工房休道沿いの近隣商業地域には市場町の名残の景観が見られる。最北部は、 三井金属工業などが立地する工業地域である。地区東部には市街化調整区域内であるが、原子大団地や白樺団地などの住宅団地もある。地内の原子ふるさとの緑の景観地周辺に15番高地遺跡を、はじめ、地内には観音山遺跡や阿多古山遺跡などの多くの縄文遺跡がある。かつての経緯から、私主道での人権教育を徹底している。 ミヌマ大洋水生園は、東大宮浸水公園の北側付近で、近接しているが、地区内を流れていない。住宅地の地下は2018年1月1日の、工事地下によれば原子屋座4。明治時代の原子1956年頃の原子小学校とその周辺。農地や雑木林が多く、新幹線はまだ着工されていない。 元は江戸期より存在した武蔵国足達郡吉野領に属する原子村であった。戦国期は原宿とも称された。村高は昭法年間の武蔵国伝園坊では1,151国余り、元禄豪町によると1,031国余り、天保豪町によると1,083国余りであった。火星期の個数は235件で、村の規模は東西五町。 南北四十三町余りであった。村名の由来は隣村である、吉野原村は古くは原村と称され、その原村の死がある場所と言われていたことにちなむ。1875年の農業産物校は、武蔵国軍村市によると、米百六十三点二国、餅十七点一国、大麦五百二十九点二国、小麦三百二十九点二国、 裸麦74国、大豆248.2国、冷え80国、蕎麦100国、干暑2400票、なた、東記語上は今もなお存在する小技を含む。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。都市計画道路、原始平塚線や、 湘南駅停車場線の延伸が計画されている。原子団地周辺より、上げ東大宮、宮原駅方面への路線バスが運行されている。東武バスウェスと、大宮営業事務所地区内は、原子団地北口、診療所、原子団地中学校、原子団地中学校入り口、下、新町、原子原子立教、原子団地南、船橋、原子神殿、 堀崎町バス停留所が設置されている。旭自動車小部営業所地区内は、原の前、南平塚、上新町、上町、中町、蓮田新道、下、新町、下、原吹入口、原始神殿堀崎町、支所前、原始団地中学校入口、原始団地北口バス停留所が設置されている。丸立自動車地区内は、原の前、三井金属前、 南平塚バス停留所が設置されている。上げコミュニティバス、ぐるっとく地区内は、原市地区、中町、湘南駅、原子公民館入り口、原子団地中学校入り口、原子団地北口、原子7区、原子集会所、原ロ6区開館、原ロ6区中、原ロ6区北、原子駅南、4番高地、原ロ6区栗橋線、原子交番前、上新町、 ごく公民館前、五番町北、原一区バス停留所が設置されている。ありがとうございます。